サタデーバンドフィーバー午後1時10分を回りました。本日もタマプラザテラス内 FM サルスイツコムスタジオより生放送でお届けしています。皆さん、ミュージックライフエンジョイしてますか？はい、してるみたいですね。サタデーバンドフィーバーはあなたと音楽をコネクトをテーマに、毎回素敵なアーティストをゲストにお招きして、最新のホットな音楽情報などクスッと笑える小ネタもたまに交えながら皆様にお届けしていく番組です。はい、さて本日のお昼を盛り上げていくのはこのメンバー。自己肯定感アップアップ、自己肯定感高い系芸人谷尾健太、ガールズボーカルユニットラドのメンバー星住美花と、どうも先祖が松尾芭蕉の熱波師芸人松尾大ちゃんです。イエーイ、この3人でお送りします。よろしくお願いします。皆さん、待望の谷尾くんメイン MC です。イエーイ。おい、えじゃないですよ。え盛り上がっていきましょうよ。谷尾、じゃあ盛り上がるようなこと言ってください。怖い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 、お願いします。怖い、お願いします。盛り上がること言ってください。怖い振りだ。いや怖いわ、喋れなくなったわ。なんか昨日からね、関東が梅雨入りしたみたいですね。そうですね、そうらしいですけどね、梅雨入りなんですね、うん、そうですよ。この時期もう梅雨明けだと思ってました。早いな、意味ないつ梅雨だっただとしたら、ね、6月入ったら梅雨入りだと思ってたんで僕。でも例年よりも何週間か遅いみたいなんで。そうです、梅雨入りがね、7年ぶりに6月下旬の梅雨入りってやってましたね、うんうんうん、そうなんだ。今日22日がさっき聞いた情報によると中国北陸地方の、ね、梅雨入りみたいですね。確かに最近雨が強かったですもん ね、 ね、梅雨の時期って土砂降りでしたよ。みんな何して遊ぶの梅雨の時期に、うん、もう僕はもっぱらゲームじゃないですか。そうですね、でもね、うん、僕この前アジサイ見に行ったんですけど、うん、ね、横浜イングリッシュガーデンにね、アジサイの方を見に行きました。雨の日やったんですけど、雨でもアジサイやっぱ綺麗ですよ、うん、いや綺麗ですよね、はい、最近はね、こっち関東来てから雨の日ほど外出てますね、僕なんなら。へ、うん、本当に本当に。大ちゃんがいわゆる雨男っていうことですか？うん、正解です。そうなんや。その割には今日ピーカンですけどね。今日ピーカンやな、谷尾くん MC やからからな。あ、そういうことか。私も鎌倉の長谷寺にアジサイ見に行ったんですよ、うん、いいな。そしたらなんかもう長谷寺とかってアジサイの時期予約制になってて、うんうん、そうなんですよ。で当日券もあるみたいな雰囲気だったんですけど、うんうん、もう私が行った頃には当日券も終わってて、うん、もうなんか何も見れてない、特に鎌倉僕も行こうと思ってたんですけど、うん、人いっぱいやったでしょ。人いっぱいだった、そう、うん、だからやめたんです僕。そうね。海外の方も多いみたいな。この時期に鎌倉行くのよくあるんですかね。よくあるかもしれない。アジサイが有名ですもんね。うん、そっか。極楽寺、極楽寺とか。いろんなとこ鎌倉が有名なとこ多いんでね。そうだからね、ちゃんとみんな下調べしてね、予約制、予約取っていったりしないとですね。ダメなんですよね。大変だな。そう。僕はですね、昨日あの赤毛のアンってご存知ですか？赤毛のアンって知ってます、はい、ご存知です。話は聞いたことあります。本当ですか、はい、赤毛のアンの舞台を見に行ったんですよ。あら、あの小説なんですけど、その舞台版があって、それが国際フォーラムでやってる舞台なんですけど、はい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 、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あの音楽劇って言って、わかりますかね、あの生バンド、生演奏込みの舞台。なるほど。そうそう、だから、ね、BGM にすごく臨場感があったりとか、みたいなのも行って、国際フォーラムってめちゃめちゃでかいんですよね。でかいですね、確かに、あのね、めっちゃ迷った。中で？中で。入り口いっぱいありますもんね。そうなんですよ。A B C みたいに。ホールがそう、A B C E H ぐらいまであるんですかね。うん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 、そうだからもうどこに行けばいいか分かんなくてめちゃくちゃ迷って。もう一緒に行ってたあの人にめちゃくちゃ迷惑かけたっていうのがね、昨日の思い出でありましたけど、迷ったんですね、谷尾くんが迷ったそうです。そう、迷いました。本当に。でも赤毛のアンはめちゃくちゃ有名でね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あ、そうですか。いつまでやってるんですか、赤毛のアンは。いつまでなんだろう、あれ、でもね、あんまり長くはないと思います。あ、本当ですか、うん、ちょっと私、赤毛のアンっていう人がいるってことしか分かんないんですけど、どういう話なんですかあれ。なんかね、赤毛のアンがもともと孤児院で育った子で、でその子が男の子だと思われて家に引き取られるんですよ。なるほど。あ、養子に、うんうんうん、でもアンは女の子なんですよね。はい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 。そうで、あれ男の子、うちのその畑仕事を手伝ってほしいから男の子を呼んだのに、女の子来ちゃったよ、この子どうしようっていうところから始まるんです。
結構複雑なね。そう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 。でなんかその返す返さないっていう人もたくさんあったりとか。はいはいはい。で、あの事情を知ってじゃあうちに置いてあげるよってなったんですけど、うんうんうん、その後学校行く行かないとか。はいはい。でこのアンっていう子がすごく元気活発、うん、迷路活発な子で、うん、めちゃくちゃ男の子と喧嘩しちゃったりするんですよ。うん、はいはいはい。でそれであの親というかその養子に入れた子の人たちが怒られたりとか。うんうん、なんか結構複雑なんですけどちょっと心温まる、うん、ハートウォーミングなお話なんですよね。それでその赤毛はどこで聞いてくるんですか、そのストーリーの中で。赤毛はね、うん、あのね最初いじられるんですよ男の子に、うん、お前の髪の毛人参みてえだなって、何人参じゃないわよみたいな感じで、でその学校にね、うん、赤毛の子はねアンしかいないんですよね、うん、はいはいはい。でちょっと、ね、ちょっとねこう浮いちゃったりするんですけれども、うんうん、なるほどね。でもその赤毛のアンということ、赤毛だからこそなんか町内で有名になって、うん、その子がどんどん成長していって、なんか僕の舞台では、僕が見た舞台では、僕の舞台、見てたの。我が物にしようと。ごめんなさい、今緊張してるんですよ。オーナーから。メイン MC 初めてだからめっちゃ緊張してる。分かった。はい、僕が見た舞台では、うん、その高校卒業して、うん、大学に合格、うん、で先生の道を行くみたいなところで終わったんですけど。終わるんだ。そのなんか南部生とかまで言っていいの？あ、全然言っていいと思います。そうなんだ。赤毛のアンっていう話自体は昔からあるんで、あ、そうなんだ。で多分あそこで終わりでもないと思うんですよ、小説版は。ああああ、だから多分ここまでだろうなっていう。また続くとかそういうのもそうそうそうありで、なるほどね。そうで先生になってこれからどうなるみたいなところで終わるんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよね。国際フォーラムみたいなめっちゃでかい舞台で見るってすごいおすすめですよね。うんうん、なるほど、いいですね。ちっちゃい小劇場ばっかりじゃなくてね。そうですね。誰が地下芸人や。ちっちゃいとこばっかりでライブしてるけど。全然言ってない。言ってない言ってない。言ってない。ごめん。さあ皆さんよろしくお願いします。本日は、ね、お願いします。お願いします。さあそれでは番組のスポンサーさんをご紹介いたしましょう。この番組は株式会社リケンジャパンさんの提供でお送りしております。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日は谷尾くんがメイン MC ということで、うん、久しぶりにこのコーナー行きたいと思います。谷尾くんの自己肯定感アップ塾。イエーイ、すごい。お客様も拍手してくださってる。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。何それ。このコーナーはですね、うん、自己肯定感高い系芸人、うん、谷尾くんが、うんうんうん、明日から使えると言わず、今から使える自己肯定感アップの方法を皆様にお届けしていくコーナーでございます。なるほど。はい、本日はですね、クイズ形式にしまして、ちょっとね、クイズ形式お二人にも参加していただこうと。いやいやな、何ですか。めちゃめちゃ、はい、いいですよ、いいですよ、全然、うん、大丈夫ですよ、うん、お願いします。好きにやって、好きにやって、好きにやって参加してくださいね、ちゃんといきますよ、自己肯定感アップ塾。はい、はいはい、第1問、うん、道を歩いていました。はい、すると前から人がやってきました。はい、あなたは親切心で、うん、前から来た人に道を譲りました。うん、はい、しかしその譲られた人はなんと会釈もせず、真正面を見たまま素通りしていきました。なるほど。めちゃめちゃイライラしますよね。うん、はい。確かに会釈ぐらいあってもいいのにと。うん、さあ、ね、こんなストレスは一体どういう風に考えたらポジティブになるでしょう。なるほど。別に渋谷でよくあることだから、うん、別に気にしないです。イライラしない。イライラそもそもしない。うん、しない。別に強なんか会釈しろと思う方が傲慢だと思います、うん、あれわあ、このコーナーやめようかな、もう企画倒れ。なるほどね。だからいかにポジティブに直すかね。じゃあイライラするとしてよ。するとして、するとして、なるほどね。あ、うん、僕はポジティブに捉えられますよ。あの方は、うん、ぎっくり腰なんだと。あ、会釈できないぐらい体を痛めてるんだと、うん、そのように捉えますかね。だって松尾太一ちゃんが今ね、今腰痛めてますから。そうだよ、本当にね、会釈するだけでしんどいの。だからこの人も会釈しません。はい、今はなるほど、はい、今は特にしません。太一ちゃんもしません、はい、まあでもね、だから見たりはしますよね。すいませんみたいな感じは。そうですね、すいませんみたいな空気出す。目で合図する。ありがとうございますみたいなね。そういう人たちって譲った上で、うん、この譲ってたやつはどういうリアクションするかって目で追ってるってこと、うん、わざわざ後ろ向いて。怖くない？違う、やばいやばい。怖くない？いやでも素通りしたらさすがにイラッとするでしょ。まあまあまあイラッとはしますよね。私も前しか向いてないから別にどうでもいい、うん、じゃイラッとさせる側だ。逆にそっち側だ。
どうでもいいかな。だってぶつかっちゃうからね。ぶつかっちゃうからさ。お互い様じゃない、避けるのって。いや、お互い邪魔だけど、あ、待って、もう全然答え行く、行く必要もないな。ちょっとここで白熱しそう。答えは？じゃあ答えいきますね。うん、答えは、あ、まあ、タイタンさんのも正解なんです、実は。あ、正解なの？なんですけど、もっと明確な答えがありまして、うん、実は、自分を褒める。ほう。いいですか？意識の対象を自分に変えることで、周りからの影響を受けにくくするんです。なるほど。つまりこういう場合、相手が避けなかった、相手が避けなかった、リアクションしなかった、ムカつくなって思ったら、あいつに道を譲ってあげた自分なんて偉いんだろうっていう風にシンキング変えるんですよ。なるほどね。うん、これ実は人を褒めるときにも有効で、例えば星積さん今日めちゃくちゃ綺麗ですねって言うじゃないですか、これは普通に褒めてていいんですけど、そんなに感情がない、響いてないな。でその時に、まあ、星積さんには言わないけど、そんなに星積さんを褒められる自分もなんて素敵なんだろうって一緒に考えるんです。なるほどね。自分に返ってくるってことね。そう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 、自分を褒めることで自分の自己肯定感も上げる、相手も褒めるし自分の自己肯定感も上げるっていう、これ一石二鳥の方法でね。確かにあるんですよ、こういうのが。ものは考えようってことですね。そう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 、なるほど。それがどんな状況でもね、自分を褒めてあげる練習になるんですよね。なるほどね。そう、自己肯定感が低い人っていうのはどうしても自分のことを責めがちなので、そういうところから練習するのもいいんじゃないでしょうかという、なるほどね、一個提案でございました。はいはい。冷たいな。なんか冷たいな、今日。冷たいな。盛り上がらないな。ちょ。いや、私、なんか、そんな、なんか、道譲ったぐらいでさ、一つも気にしないから。道譲って私、偉いとか思ったこともないし。まだ言うてるよ。考えていきましょうっていう、そういうことをね。まだ言うてる。褒めていきましょうよっていうことよ。怖いわ、ほんと。はい、じゃあ、二つ目。はい。今日一日、休みをもらったあなた。うん。しかし、日々の疲れから何かにチャレンジしようという気にはなれません、うん、なので一日しっかり休むことにしました、はい、さあ休むときに最も大事なことは何でしょう。え、寝る。寝る、うん、いいですよ。いいですか、これ答えに合ってますか。いやでもいいです、間違ってます。寝るで僕は寝たいんで。星積さんは自分のしたいことをすればいいと思います。冷たいな。冷たいな。なんで、それ以外ある、休みの日に。休むとして一番、じゃあ心がける上で大事なこと。心がける上で大事なこと、え、休む上で心がけること、え、何ですかね。じゃあ答えいきますよ。答えちょっとお願いします、すみません。答えは意識を持ってしっかり休むこと。これたまにね、全然ピンときてないけど。なるほど。詳しくあのね、たまにいるじゃないですか、今日急にちょっと今日仕事バラシです、休みもらいましたってなった時に、何しよっかな、あれもやりたいこれもやりたいって、もう疲れてるなみたいな感じで一日中ぐーたらして過ごす時ってあるでしょ、まあまあありますね、確かに。そうではなくって、よし休みもらった、一日寝ようって思ってしっかり休むことなんです。なるほど、もう寝ようって思って寝るってことね、そういうこと、そういうこと、意識ね、そう、何しよっかな、ぐーっとしっかり寝ようって思って寝ることでは意識が変わって、例えばあの小さい目標を作ることも、これ自己肯定感高めるのに必要なんですよ。小さい目標を達成することによって成功体験がちょっとずつ得られるんで、自分に自信がつくんですね。あ、その成功体験を増やすには毎日しっかり何かしらの計画を持つことなんです。なるほど、深いですね。そう、要は今日一日しっかり寝ようと思って寝たら、起きた時あなたはよし計画通り過ごせたっていうことで成功体験を得られるんですよ。なるほどね。それがゆくゆくは自信になって自己肯定感につながるということなんですね。なるほど、達成したってことでね、そう、達成することが大事なんです。今日の谷尾くんの目標は何ですか。今日はメイン MC しっかり噛まずにやり遂げること。あ、もうあとは目標達成。新しい目標作ります。はい、そんな感じです。第3問、はい、自己肯定感を上げることにおいて新しい趣味を作るという行動がとっても理想的なんです、ではこの新しい趣味を作る3つのメリットは何でしょう。3つです。新しい趣味を作る3つのメリット、だからお二人答えて正解だったとしてももう1個あるっていうことですね。何ですか3つ。1つでも僕ちょっと難しいんですけど。本当ですか。目標、何、前向きになれるとか、そんなんですか。あ、でもそういうことです。そういうことですか。もっと具体的になります。具体的に、何、うん、ですか、何かありますか。ありますか、三原さん。え、全然わかんない。意識は持って。答えるのって意識持って。趣味を、
そこでなんか出会いが増えて、うん、いい男が見つけられる、うん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 、あ、でもほぼ正解あ、正解だ1個ほぼ正解いい男を見つけるが正解いい男見つけたそこちゃんそこちゃん元前のところいい男が見つかってねえ、わかりますかね皆様もねえ、なんやろでもそういうことですよ。趣味か、うんうん、あ、趣味によってこうほら早く起きたりとか、うんうん、ね、次の日早いから早く寝たりとか、うん、そういう段取りが組める。あー全然違う全然違う、ええこと言ったのに俺が一番まだええこと言ってるのに全然違いました。返しが冷たいんやから、返しが冷たいんだもん、まあ、違った全然違った全然違ったの何、はい、正解は、うん、まず一つ目、その趣味を通して新しい人脈が生まれる、うん、これ三原さんのですね、うん、そして特技が増えることで新たな自信がつく、うん、そして3つ目、うん、職場や家庭とは違ったアイデンティティが築ける、この3つなんですね、うん、なるほど。まあ3つ目分かりにくいと思うんですよ職場と家庭とは違ったアイデンティティ、どういうことかっていうと、うん、例えば家庭とか職場であいつはできない人だよねとか、あんたってどうしようもないよねっていうレッテルを貼る人とするじゃないですか、これ自己肯定感下がっちゃうんですけど、新しい趣味、例えば料理をしたいと思って料理教室に行った時に、まるまるさんって手先とっても器用ですよねみたいな新しい評価を得られるんですね、なるほど、うん、でそこから派生していって、まるまるさんって何でもできますねっていう真逆の評価を得られるんですよ。なるほどなるほど、うん、つまり職場とか家庭で自分はこういう人間なんだって植え付けられたとしても、うん、新しい趣味を作ることで、うんうんうん、自分は全く違うこんな自分がいるんだっていうことに気づけて自己肯定感が上がるという仕組みなんですよ。自信もつくってことね、うん、そういうこと、ね、じゃあ谷尾くんはどこの分野で輝けるんですか。え、怖いじゃん何すんの谷尾くんに関してはどこなんだろうと思って、うん、あ、なるほどね、いやお笑いだと思います、はい、なるほど、うん、はい、すいませんでした自信持っていいよ谷尾くん、お笑い頑張ろうね、あの、うん、以上いや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 、はい、おいはい、ありがとうございました。さあ次のコーナー行きましょう、はい、はい、次の答えいきます、うん、松尾たいちゃんの謎謎のコーナー、はーい、よいしょよいしょ、さあ元気よくいきましょうということで、ね、こちらの企画は謎謎なんですが、うん、普通の謎謎ではございません、はい、解けたらすっきり、解けたらすっきり度が半端ない謎謎を今日はたくさん持ってきましたので、うん、解けたらすっきり、解けなかったらモヤモヤして今日は帰っていただこうというコーナーとなっております。モヤモヤして帰る可能性もある、モヤモヤして帰ってください、モヤモヤしてゲストをお迎えください。はい、はい、それではいきましょう、第1問、はい、ある家電製品を買ったら、うん、女の子がついてくるそうです、うん、その家電製品とは何でしょう。女の子、ねね、あー分かった、何ですか、少女がついています、分かりましたか、ね、分かりました、谷尾くん、はい、分かります、ちょっと YouTube で見てる人コメントであコメントいっぱい来てます、コメントも来てます、ね、吉川太郎さんありがとうございます、うん、ありがとうございます、ヒント、今井俊之さんありがとうございます、ヒント言っておきますか、はい、女の子のことを女子とも言えますよねっていうヒントですね、はい、ねえ、もう分かると思います、はい、じゃあ皆さん一斉にお答えください、はい、せーの、女子付き、いやいや分かってなかった分かってなかったよ、おいおいわーってなんだったの、女子付き、女子付きでした、女子がついてくる女子付きでした、スッキリしたでしょこれ、分かってもスッキリするからね、スッキリした、ね、じゃあもう一問いきましょう、はい、ナポレオンが学校に現れた、うん、それはどこでしょう。はい、わかりました、ね、これ ね別の人が出してた、うん、誰呼んできてここにマジ、誰してる、なでしみさんが出してました、あいつと同じサイト見とるやな俺今さあ地獄の時間だぜここからいいよもっと一緒、さあ地獄の時間が始まるぜ、ね、じゃあ正解を一斉にお願いします、せーの、皇帝、はい正解です、ね、ナポレオン皇帝とも言いますんでね、もう一枚いきましょうかね、これは多分ねあいつも出しないと思うわ、何ですか、いきます、うん、心優しい人がコンビニで買うものは何でしょう、ね、ほう、心優しい人がコンビニで買うもの、ところてん、ところてん、なんでですかこれ、わかんない、わかんない、何か分かる、全く分かんないですね、分かんない、ヒント言いましょう、うん、コンビニのもう人気商品ですね、はい、人気唐揚げくん、唐揚げくん、人気商品を言ってるだけやったら単に違いますよ、心優しい、心優しい人は人を、何丸々ですね、人を、うん、心優しい人は人をどうする、人を何々しますか、席を譲る、いや違う、ほぼ答え言ってるんやけどね人をなんだ、人を楽しませる、はい、楽します、違います、じゃあ答え言います、すっきりして書いてください、うん、心優しい人は人を憎まないということで、うん、答えは肉まんです、肉まん、うーん、あれすっきりしてる、何この反応なんか今日おかしいよみんな、などうしたん、肉まん
憎まないってことですよ、うん、なるほど、すっきりしましたか皆さん、ね、もう一問これめちゃめちゃすっきりするから、うん、みんなも答えよう、はい、皆さんもぜひ答えてください。なすなぞいきます。飛行機に乗ってる人の中で一番おしゃれな人は誰？誰だ？飛行機に乗ってる人の中で一番おしゃれな人、客室乗務員、なんか制服がおしゃれだから、はい、あ、もう違う、見た目やん、それ謎がちゃうかな、それ、ね、じゃあヒントいきましょう、ヒントはお客様ではありません。分かってますよ、客室乗務員、はい、ね、客室乗務員、あと誰いますか、うん、パイロット、パイロット、惜しい、副パイロット、副操縦、ああ出た、スッキリした、スッキリした、何ですか、副操縦士、そうです、正解です、副操縦士、副操縦士です。はぁ、あ、ひかひか、ひかひか、難しいな、難しいな、皆さんの三原さんをうならせる問題お待ちしております。はい、ということで皆さんもぜひね、なぞなぞしてすっきりして帰っていってください。以上、松尾たいちゃんのなぞなぞのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。ロロのスタートラインです、どうぞ。ロロでスタートラインを聴いていただきました。こちらの曲は各種配信サイトで視聴やダウンロードができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。さあ、本日も素敵なゲストにお越しいただいております。はい、ゲストの香山あかねさんです。こんにちは。こんにちは。自己肯定感アップアップ、それ奏でて、エリじゃん、スカじゃん、横須賀じゃん、横須賀出身の赤いもんこと赤山くねです。よろしくお願いしまーす。お願いします。引っ張られた、引っ張られてた、カニオくんに引っ張られた、嬉しい、永久保存、永久保存、よくやりましたね、本当に恥ずかしいこと、やってたじゃないですか。練習してましたもんね。そうですよ、いっぱい練習しました。ありがとうございます。はい、じゃあ赤山あかねさんのプロフィールをご紹介したいと思います。はい、香山あかねさんは神奈川県横須賀市出身の元気で明るい踊れるシンガーソングライター。ニックネームは赤えもんです。作詞作曲やコレオグラフはもちろん、ギター、ピアノ、ベース、三振、ウクレレ演奏など様々な才能をお持ちです。テレビ埼玉ありがてーな TV や奈良テレビ、いい服見つけ旅などのテレビ番組をはじめ、YouTube など数々の番組に出演し、イベント司会やレースクイーン、ラジオ、役者、振り付け提供、モデルなども活躍中です。すごい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。多彩ですね。いやいや、やりたがりですすごい、特技だけでいっぱいありますもんね。ありますよね。これはご自身がやりたいってやってるんですか、それともなんか他、はい、いろんなとこからお話をいただいてやられてるんですか。ね、あ、でもやっぱやりたいが一番いいですかね。だから強制で罰ゲームでとかじゃないですかね。誰に言われるの。自分でしてやってる。すごいね。人前に出るきっかけはやっぱレースクイーンとかだったんですか。はい、あ、いえ、歌の
そうですね、歌からですかね、もうずっとやってるんですけど、十何年やってるんですけど、はい、はいはいはい、で、まあ、ちょっといろんなところで、まあ、結構地下なところでやっていたので、はいはい、ちょっとやっぱり知ってもらうためにもいろんな活動をやろうかなと思って、でその一番のきっかけがレースクイーンっていう感じです。なるほど、すごいですね、すごい。そんなね、はい、まあ、茜さんの曲まずは聴いていただきたいと思います。タイムさん、曲紹介の方お願いいたします。はい、それでは聴いてください。茅山茜でドライビング。はい、茅山茜さんでドライビング聞いていただきました。めっちゃいい。さっきの真似したんですか、ね、私の。そうそうそう、紹介の時すごい憧れたからさ、真似しようと思って。恥ずかしい。ちょっと羨ましかったよ。間違いないようにね。正解です、正解。茅山茜さん、作詞作曲もされてるってことなんですけど、はい、すこの曲も作詞作曲されてるんですよね。はい、全曲作詞作曲してます。かっこいい。作ってくれる人がいなかったんで自分で作りました。いや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 、シャーなしみたいに自分で何でもできちゃうってことですよね。すごいね。この曲に込めた思いとかってありますか？込めた思い、そうですね、うん、歌詞の中にもたくさん入ってるんですけど、うん、私のあだ名の赤えもんっていうのも入ってたり、入ってました。あとは、うん、私横須賀出身なので、うん、ファンの皆さんと一緒に横須賀にドライブをしてるっていう風な歌を作ってみたいなと思って、なるほど、横須賀をこれ運転してるってことなんですね。そうです、横須賀に向かってるって感じです。なるほど、向かってる、はい、ね、なんか夏っぽい感じがしたんですけど、確かに確かに、そうイメージされてるんですか？そうです、うん、はい、
これから海に行くぞっていう感じでしたもんね。あ、そうですね、はい、ね、まあ、めっちゃいい雰囲気ですよ ね、 ね、これ車の中で流してたら、うん、ね、 ね、 ね、振り付けもね、うん、皆さんで ね、 ね、あの目の前の皆様で一緒にやってくれるねっていう、なんかね、あの窓拭いてんじゃないかな、ね、ね、それは雑巾持ってほしかったですけどね、余分な光景すぎてね、警備員呼ぼうかと思ったぐらい不審者じゃないですか、あの人毎回あれ言うんですよ、絶対受けるんです、さすがだな、持ってるな、持ってるさあ、それではここからですね、加山あかねさんをより深く深掘りしていきたいと思います。加山あかねさんへの質問コーナー、イエーイ。さあ、当番組にはですね、うん、はい、警察隊長がおりまして、お、タイタンさん、はいそんな名指しされるんやね、タイタンさん、はい本日は、はい、皆さんね、うん、あの SNS たくさんやられてるということで、はい、まあ、見させていただきまして、うん、もう質問したいことだらけなんですけど、はい、皆さんも質問したいことあって、ちょっと一つだけ、うん、あのミクチャライブ今ね、たくさんされてるということで、はい、僕も ちなみに TikTok ライブとかもしてたりするんですが、普段ミクチャライブではどういうことされてるんですか、これが一番気になる、あ、普段、まあ、よく歌う、うん、そして、はい、よく喋る、こう喋る題材とかってもうその日その日の気分で、そうです、あら、なるほどね、もう、もう今喋りたいことをとりあえず言う、あんまそのテーマとか決めずに喋るんだ、はい、例えば嫌なコメントが来るじゃない、はい、僕やったらもう無視するんですけど、そういうのどうしてるんですか、あんまりでも来ないんですけど、うん、来ないですかね、うん、でも来た時は、うん、まあ、一応読み上げて、うん、あ、そういうこと言うのねみたいな、逆にだからなんかあの、うん、そのミクチャだと、うん、そのあの登録してくれる、うん、そのファンになってくれる人の数が、はいはいはい、あの出てくるんですよ、画面に。なるほど。で、増えたり減ったりっていうのが、うんうんうん、すぐ分かるので、私が歌ってると1個減ったりとかするんですよ、でその後歌い終わった後に、いや誰だよ外したのって言います名乗れって言いますアグレッシブですね、逆に言うっていうことです ね、 ね、はい、いなくなった人は名乗れないんですけど、ね、そうなんですよね、結構もう入ってないんですけどなるほどなるほど、強いな、見てみよう俺ミクチャライブ、ぜひぜひ来てください、無料で見ます。生演奏で弾き語りとかもされるんですか。ワンマンの時とかは、うん、あのギター弾いたりとか、あの去年はあの三振をちょっと弾いたんですけど、いい、ね、めちゃくちゃ緊張して震えるみたいないやー緊張しますね、三振ね、なかなか緊張しますね、単音なんで、ね、和の楽器僕持ったことあるんですけど、壊さないかどうかで心配ですもん、え琴を、うん、はい、あの持ち運んだことあるんですけど、すごい、怖い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 、これ演奏できないできないみたいな、でも無事に終わりました、演奏は、あ、僕じゃなかったんですよ、すると、あ、違う、持ち運んだだけ、持ち運んだだけ、持ちだけで緊張やった、もう何もできへんできないですよ、無理無理、だから三振ってすごいなと思って聞かれるの、三振ってあんまり馴染みないんですけど、はい、三味線とは違うんですか、うん、そうですね、沖縄の三味線ってことです、あ、なるほど、じゃあ音色が違ったりとかするんですか、音色も違いますね、はい、弦3本です、へぇ、三味線は、三味線はでも3本ですね、なんで、いやいやいや、違う、三味線っていうのこれ味が違うんじゃないですか、三味線味がないのが三振ですね、いやいや、あるんですあのコメントもいっぱい来てますよ、すごくたくさん、ありがとうございます、今井達之さん、ブンブンブンって、うん、オーディション参加中ですとか、あ、ありがとうございます、栄太郎さん、谷尾くんは三振が似合いそうだな、だって、お、じゃ ありがとうございます、あ、貸しますよ、え、いやいや、うん、もう持っただけで怖いんで壊すから壊しちゃう怖い、ちなみに僕、あのプロフィール拝見した時に、はい、コレオグラフっていうのがよく分かんなかった、あ、確かに、振り付けです、振り付けなんですね、はい、ダンス、あ、なるほど、振り付けもできるってことですか、そうですそうですそうです、すごないですかそれ、なんかもともとダンスから始まったんですけど、うん、なるほど、はい、はい、でダンス の、 あの先生とかもやってた時期もありました、え、はい、先生逆に人生であと何できるんですか弁護士とかサッカー選手とかいっぱいある広いからねすごいね、多彩すぎますね、びっくり、
うん、競馬も好きなんですか。あ、そうです、やられますか。僕、競馬大好きで、ちょっと今お金なくてやってないですけど、やってんなYouTube でね、予想されたりとかもしてるみたいで。あ、そうです、そうです。当たるんですか、予想は。予想はでも、うん、まあ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 、乗っていいですか、僕が。あ、本当ですか回収率 5、60% ぐらいです。あら、高いですよ。え、本当ですか。僕、その 0% やし、やる意味ありますか。寄付ですね、寄付。今すぐやめた方がいい、そしたら。すごいですね、なるほどね。もう子供の頃からその楽器とかに溢れてたりしたんですか。はい、そうですね、音楽は。そうですね、うん、ピアノを習ってたのが一番最初ですかね。へー、はい、小学生の時で。小学生の時に、それはどういったきっかけで。きっかけ、おばあちゃんがピアノを買ってくれました、うん。ああ、そうなんですね、はいはいはい。おばあ様がピアノを買ってくださって、うん、それは別にあかねさんへのみたいなことではなく、あ、私へのって感じだったんですけど、で、あと母がエレクトーンをやってて、うん、でも本当はピアノをやりたかったらしくて、うん、で、じゃあせっかくだから、じゃあ私やらせてもらおうみたいな感じ。なるほど、はい、お母様がやりたかったことを、うん、娘のあかねさんに引き継いだっていう感じなんですか。そうです、そうです。へー、はい、じゃあ親子3代の気持ちを背負って、うん、あかねさんいらっしゃるわけですね。そうですね、でかいですね。ピアノを始めたらなんかギターもベースも三振もウクレレも、ね、これをグラフもやろうみたいに、うん、そうですね、ギターを立ち合おうみたいな、ね、そうそうなんですよ。ただドラムだけできないんですよ、唯一。ああ、へー、足が太くなるから。あ、そうなんですね。そういう意味で楽器のためにできないんですね。なるほど、なるほど、はいはい。そうですね、撮影会とかもねやられていますしね、モデルさんとかありますからね。いろいろ偵察本当に出てるんですね。ちょっと一つだけ聞いていいですか。はい、お願いします。体型維持ってどうしてるんですかね。もう僕この年になったらお腹出ちゃって。いや、お腹はきますよね、はい。どういう風な心がけというかなんかあるんですか。朝晩のストレッチ。あ、ストレッチが大事なの。はい、素晴らしい。あとは、お酒をほどほどに。あー、大事ですね。酒ね、うん、はい、僕滑ったら飲んじゃうからさ、お笑いライブとかで滑ったら飲むんですか。滑ったのよ。ハイちゃんさんを絶対滑らせないようにしたら、ハイちゃんさんが痩せるっていう。でも盛り上がった日は？盛り上がった日は爆食いするって。じゃあ、それもできない。どっちもダメやね。ストレッチだけじゃ無理ですね。そうですね、そうですね。ハイマさん、もともと体柔らかいんですか？あ、柔らかいです。あ、ポテンシャルが高いんだ。確かに確かに。そうそうそう。そうだそうだ。びっくりした。資格、秘書検定2級というのあるんですね。あ、はいはい、秘書もできるんですか。秘書はで、そうです、やろうと思えばですよ。やろうと思えば、秘書に検定ってあるのはあるんですね。あります、あります。大学生の時に、うん、そのなんか就活で行かせる資格、うん、で取った方がいいよっていうのを、教えてもらって、就活もご経験されてるんですか。就活も経験しました。経験してないことないじゃない。いや苦労人って言ってください。そうですね。いつ頃からこの業界に入られたんですか。じゃあ、業界ちゃんと入ったのは20歳ぐらいです。うん、あ、そうかそうか。はい、就活を経験されたのはいつですか。大学卒業する前だったので、まあ22。22。はいはい。じゃあもうそのところにはもうから、芸能界に。入ったってことですか、ね。うん、そうですね、片足ちょい突っ込みぐらいです。へ、でも正社員もちょっとなろうとしてたっていう。もう経験あります。あります。あ、経験あるんですね。ありますよ。あらあら、そうですよ。いろいろ経験されて、立派な社会人経験も終わりで、すごいな。素晴らしいですね。ちなみにチョコミントだそうですよ。ね、つい最近のやつも見てくれてってことですか。あ、もう全部バッチリ見てますよ。すいません、もうストーカーです。その時だけはストーカーになってます。その時だけは。チョコミントが大好きなんですね。大好きです。皆さん好きですか、チョコミント。大好き、大好きです。めっちゃ好きです。結構ね、好き嫌い分かれるところですよね。そうなんですよ、ね。でも今井俊幸さんからの情報で、沖縄も大好きだそうです。あら、大好き。沖縄いいですね。横須賀と沖縄だったらどっちが。沖縄。わかります。泣いちゃう。泣いちゃう。横須賀、横須賀ですよね。僕は神奈川出身だけど沖縄の方が好きです。いいですよね。沖縄のどういうとこがやっぱお好きなんですか。やっぱり
海が綺麗で、うん、あの波の音を聞きながら砂浜で過ごせる、うん、あの空間です。あら、うん、横須賀から見える海よりも綺麗ってことですか？はい、いやこの前行ってるんですよ。ドブ板商店街とか歩いてますし、三笠公園も行ったしやな、あの戦艦みたいなあったし、ありますあります。すごいすごい。この海からも綺麗でしたよ。ありがとうございます。やっぱ横須賀が一番ですね。ありがとうございます。本当に横須賀が一番です。信じられない。すいませんでした。地元捨ててしまいました。でもやっぱ沖縄ですよね。ねえ。わかる。そんなことないよね。横須賀ですよね。どっちも好き。ね、変な質問してすいませんね。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にね。すいません、1989年ってことは、はい、平成最初の子供ですよね。あ、そうです。ねえ、大先輩だ、はい、あ、大先輩って言われたら、ちょっと難しいですね、それは。嬉しいのか、嬉しくないのか。最初の子供って初めて聞いてる。無駄になる。私だけじゃないですからね。そう、いっぱいいますから。平成元年ですよね。今おいくつですか？34歳です。 34? はい。もうあの時生まれた子供は34歳なんですね。どの目線なんですか？どんな MC なんですか？ちょっと今ね、時間と勝負してるの今。なるほど。時間見て。待ってるってことですか？どうしよう。他にも触れてよ。まだ趣味エイサーって何ですか？鹿太郎さんから趣味エイサーって何ですか？時間と勝負してた。エイサーはあの沖縄の伝統的な踊りです。あ、なるほどなるほど。はい。それを中学生の時から実はやってたんですよ。へえ。そう、それでもうずっと沖縄が好きって感じ。エイサーも習われてたんですか？あ、そうです。どんだけ習ってるんですか？もうちょっとすごいよ。決しちゃえぐいことない。どんだけやだ。本当のがいっぱいいる。でも毎曜日習い事があったみたいな感じなんですか？結構そうかもしれないですね。忙しかったかもしれない。じゃあご実家ちょっとお金持ち的なお育ちがいいんですかね？お嬢様。いやでもどうですかね。あ、でも料理人なんですよ。え、親御さんが両親今。ああ。で、あの家の冷蔵庫に、はい、確かにちっちゃい時からなんかキャビアとか。キャビア。キャビア。ちょっと待って、俺また食ったことないって。あとなんかいくらいくらのなんか箱。はい、なんか丸トク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 みたいな、なんか高級のやつ。どんだけ得なの？聞いたことないね。だからお得の得じゃなくて特別の得ですよね。そうです、そうです、そうです。それ絶対金持ち、金持ちでした。お金持ちだからこんな多彩になられたっていうやっぱりあるかもしれないですね。ません、やっぱ金がね、金が物を言わないからね。金がスペックでした。以上、かいまくれさんへの質問コーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お金の人みたいになっちゃった。お金じゃなくて。なってない、なってない。愛されて育ったということですね。ありがとうございます。すいません、かいまさん。それでは、告知の方、ございましたら、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。7月の7日、七夕の日に、ちょっと遠いんですが、埼玉の川口というところでフリーライブがあります。はい。はい。で、フリーなので、もちろん無料。30分間のライブで浴衣を着ます。あとは7月の12日に金曜日に渋谷のアンダーディアラウンジというところでもライブがあります。あとは毎日今そのミクチャで配信をしております。でクロちゃんの妹分オーディションというのに参加しておりますので、グランプリを絶対に取りたいので、これを聞いてみていただいている方もぜひ応援していただけると嬉しいです。確かに。ミクチャはだいたい夜に、ね、そうですね、夜が多いです。その配信の情報とかは SNS を見たら、そうです、わかりますね。はい、皆さん絶対にチェックしてください。お願いします。よろしくお願いします。ね、はい、では番組の情報もお願いいたします。はい、ここからは番組からのお知らせです。当番組では皆様からの質問や感想を受け付けております。いただいたメッセージや質問は番組内で紹介させていただきます。うん、FM サルスホームページの番組メールフォームやサタバンチーム C の公式 X のリプや DM、 そして生放送中に受け付けている YouTube ライブ配信でのコメントもどしどしお待ちしてます。はい、本日のサタデーバンドフィーバーはここまで。来週のパーソナリティは柳田健一さん、藤宮篠さんでお送りいたします。ぜひお聞きください。はい、はい、お願いします。加山さん、本日はありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。いや、楽しかったです。どうですか、僕の、はい、MC。 あ、
頑張ってね。いやいや楽しかったですよ。ずっと見なきゃいけないとかやっちゃったんですよ。すごい派手なんだもん。そうなんですね。毎週派手なんですけどね。でもなんか、うんうん、いい感じですよね。とても。本当ですか。衣装が。うん、衣装も。衣装も。うん、よかった。アップアップしてくださいました。アップアップ。いやー楽しかったけど、はい、どうですか、楽しかったけど何ですか、なんかあるの、なんかあるように言ってたよ、やったね、ちょっとね、はい、失敗してるな。でも MC、はい、あのメインでやるのは初めてだったんですよね。そうです、このチームでは初めてです。お、緊張はしますか、はい、めちゃくちゃしました。でもタニオくんの話になっちゃってる。違う、MC が分からない、私が回さなきゃ。なんか回してるじゃん。本当申し訳ないです。いやいやいや、さんのこと話そうぜ。そうそうそう、本当に本当に。なんか最近新曲も出されましたもんね。あ、出ました、はいはい、サンデーという楽曲が4月の3日に、はい、で今あバックで流していただいてる曲ですね、はい、デジタルリリースしておりますので、うん、はい、ぜひダウンロード、そして YouTube でも無料で聴けますので聴いてください、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サタデーバンドフィーバー、本日はかやめあかねさんとコネクトしてお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回も、せーの、バイバーイ、バイバーイ。